を誘う虹のたもとを探す旅へと出かけようよ。晴れた空にかかる橋、遥か向こう岸には僕の会いたい人が暮らしてると、子供が行ける距離じゃないかもと迷う。それでも君の出す手僕は握る。さあ電車に揺られて窓の外を見てみよう。流れてく木々の緑と雲を数える。さあ終点で降りたら二人一緒に歩こう。歩く先を羽ばたく白い蝶々に導かれて、急な坂が続く道